こんばんは。こんばんは。ウタロとゆうちゃろでーす。よろしくお願いします。お願いします。今日はやっとゲーム通常営業に戻りました。皆さんお待たせしました。そう。で、ちょっとね、今日は探索をゆうちゃろ版でいきたいと思います。はい、今日はまったり動画となりますので、皆さんお時間あれば見てください。そう。前風切りの高地かなんか行ったんですよ。高地でしょ。あ、高地。で、今回は早速出たよ、モブリズ引く手工場かな、そこに探索行きたいと思います。工場見学に行くんですね。そう、工場見学で、フレンドさんは、今回は借りていきません。なぜならレベル上げをするためです。で、まあメンバーはこんな感じで、結構レベルリアルやな、上がってきた。リアルな感じやろ。いけんの？そう、ちょっと厳しいかな。いけるよ。あとブータローの探索動画見てくれた人、はーい、はーい。頑張っていったで。装備なしで。メンバーちなみにこんな感じで、レナだけちょっと銃盾装備つけてまーす。防御力アップしてるんですね。そう。シャルロット結構評価高いんですよね。高いみたいなんですけど、まあ、二つぐらいちょっとサイト見たんですが、一つは 9.0。もう一つは、まあ10点満点中で。もう一つは 8.5 とややちょっと普通並みかな。あれちょっとなんか、チズルもすごい評価高いですよね。うん、チズルは攻撃力がバカ高いということで、うん、まあこんな感じですね。てか桜井さんありがとうございます。貴重な情報すごくない？エリクサーの、ああ、うん、ごめんなさい、自分たるいさんやと思ってましたこの二人バカなんで、基本漢字には読み仮名振ってもらえるとありがたい。そう桜井さんもわかりますよ。そう、すごいね、リクサーああやって集めれるなと思って。あ、そうそう、詳細はコメント欄あれしてもらったら、あの書いてくれてる方がいるので、募集したらもうね、また新たに3名ほど追加でコメントしていただいて、ありがとうございます。もう作ってますよ、この中にいっぱい入ってます。紙が、名前書いて紙がいっぱい入ってます。明日の6時が締め切りなんでね、楽しみにお待ちください。行ってきまーす。行ってらっしゃい。工場見学でしょ。そう。で、ついさっき、ちょっとご飯食べに行った帰りにケーキ屋さん寄ってチョコレート買ってきたんですよ。これが例の生チョコレート。美味しいかな？どう？大人な味？あ、大人や。ラム酒が100度みたいですね。うん、誰これ、じじい。大人の生チョコ、かわいいね、この形が。もう美味しいわ、うん、何これ。え、ポーション持ってないねんけど。おじいちゃんがいました。なんて言われたんですか？なんかポーション恵んでくれって言われたけど、これ合ってる？合ってるな。合ってますよ。これやな。なんかどうなんやろ。え、何これ？あ、これあれですよ。リロのね、シロ、初代シロの。へえ。絵でしょ？これ。何にもなさそうやね。ちなみに何だっけ？黒いやつ、黒い幻獣のなんかめっちゃ減るやつ、ディアボロスね。そうそうそう、敵がめっちゃ減るやつはつけてません。エンカウント率を下げるやつね。あ、そう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 、もうつけてないんで。まあ、つけない方がいいでしょ、レベル上げたいのでだ。あーなんでレベルを上げたいのであればつけない方がそういいでしょう。でもタイマーの腕輪みたいなのはつけてます。え、ここ何にもないやん。でもてるるーん、いけちゃうんだな。パクスチュロ、そう、スターコーツゲット。うん、もうなんか久々に探索すぎてなんかよく分からへんねんけど、意外と敵が出てこないですね。ここ出てこないのかな。
の出てこいへんの全然。おお、こっちもいける。ウィー、力助けや。なんなん力助けって服。うん、うまい。おいしい、うんうん、甘すぎず苦すぎず。なんかあんまりあるよな、もうちょっと子供っぽい感じのが好きやんだけど。え、なんかゲットしたで。何これ。小さな肖像があって。何なんそれ。てか今どこにおるかな。クエスト系っぽくない？あ、かな。ぽいな。クエストやな、きっと。肖像画。何の肖像画？この。シド。シドの肖像画？この。え、神々の怒りやって。怖っ。これあれっすね、アイテムで敵に攻撃できるやつやったと思う。あ、来たで。敵がとうとう合図。合図。合図？アイス？うわ、結構あれやな。そうですよ。あ、でも聞いらへん、聞かへんわ。うわ、ビームされた。やべ、シャルロット弱いねんな。1万7000か、経験値。え、そんなくれた？あ、1700、ごめん、間違えた。そうやね。バリくれるやん。でもなんかこういう探索系ほんま嫌い。エレベーター系。あ、またなんか来た。誰やねん。ちょ、ここはちょっとレオは使ってった方がいいよね。アスピルあるし。お、身の内が入った。いいね。ゆうちゃんさん、こんなとこ探索できないじゃないですか。見て、下。透けてますよ。なあ、絶対無理。高所恐怖症なんですよ、ゆうちゃんの。でもこんなとこ多分、冒険できないですね。東京ドーム？違う、スカイツリーじゃん。あ、そうや。スカイツリーや。行ったけど、無理ですか。登って帰らへんかったって。うん、もったいなすぎやろ。だって無理やもん。すごいな、エレベーターめっちゃ乗るやん、ね、今までの探索とちょっと違う。もう全然違うよな。なんなのこれ。お、魔石はあんま落ちひんのかな。ここなあ、魔石落ちひんよな。え、微妙なんやけど。え、これ嫌いやねん、こいつら。なんで？なんかしてくるから。なんかしてくる、アスピルとかなんかしてくるやろ多分。嫌いやねん。え、全然、あ、食らってるわ。よしよし。お、雷の大結晶ゲット。ややこしいね。うん、うわー、こいつらも絶対なんかしてきそうな予感はするけど、いいや。とりあえず普通に倒そう。よし。よし。ティッシュ取った、ティッシュ。あ、なんかおんで？なんかおる。インビッシブル、とうとう飛んだ。ドワーフ、役に立ったらいい。飛んでったからね。インビンシブルな。うん。ラリラリ言うてるわ。ラリラリー。かわいいな、ラリラリ言うて。え、あんま好きじゃないんだけど。え、もうなんかもうどう進んでいいか全然わからへん。結構見づらいな。あ、登れるんやろね。はい、降りて。明日行かへんの？なんか落ちてますよ。え、下行ける？行かれへんのこれ。行かれへん。あ、そうなの。これどういう仕組み？なんか鉄パイプ、鉄パイプが邪魔してるから行けへん。え、ここ降りられへんの？分からへん、何これ。あ、また出てきた。雷のなんとか
ちょっと一人で食べんとこっちにもよこして。あ、ごめんごめん。サンタ出てきましたよ。大丈夫。この窓かっこいいよね。レオの。うん。リガショック。リミットバースト。でもこれでも星4のリミットバーストやから。星5になったらもっと勢い増すんかな。ブラーンっつって、うん。そんな気がする。こういう面もちょっとね、ブータロー楽しみなんですよ。キャラによって必殺が違うじゃないですか。演出の。あれを見るのが楽しくて、かっこいいとやっぱテンション上がるじゃないですか。なんかゲットした。眠りの剣やった。さっき言ってたやつやん。眠るんやろな。多分せやろな。でも難しい。でもさ、ブータローさ、めっちゃ話変わるけどさ、うん、まあ、変わってもないんだけど武器さ、あれなんか種類ごとにさ分けてほしくない？どういうこと？なんかもう武器一覧って見たらずらーってなるじゃん。うん。あれをさ、もう剣は剣とか銃は銃とかさ、なってない？なってんの？なってなくない？え、分からへん。なってるもんやと思ってた。なんか下辿っていったらなんかそれなりに並んではいるけどさ、これから増えてったらめんどくさいなと思って。ああ、そういうこと？そう、下の方までいちいち服とかさ防具とか行くのめんどくさいんですよ。なので分けてほしくないっていうブータロの共感してほしいポイントでした。あ、これあれや、魔法の鍵系や、魔法の鍵系や、やめとこう。ここの魔法の鍵はフェイス。何フェイスって？あの魔法、あのなんか何やった、魔力上げるやつかな。あー、はい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 。ああ来た、敵の気配。誰が来んねやろ。誰やったっけ、ここのボス。ガーディアン？誰だ？すごいよな、もう両手に銃に顔にも銃やで。怖すぎる。でもなんか可愛らしいよな。いかつさがないというか。そう？なんかどうなんやろ。でも今日フルブレ持ってきてないからちょっとしんどいんちゃう？ブレブレ持ってきてないの？あ、そっか、いないか。いないいないいない。光の戦士がまだ覚えてないですね。ブレブレ覚えてない。そっか、ブレブレいいねやん。しくった。全然敵のこと考えてなかった。いいんですよ、これが。ブレブレなんかあったらすぐやっつけちゃって面白くないでしょ？さあ、皆さん、見どころですよ。どうしようかな。アーマーブレイク。接戦のスタートです。始まりました。まずはシーズルさんが構えている。控えの選手も構えている。パワーブレイク。シャルロットはパワーブレイクで力を下げます。からのみんなで一斉攻撃。あ、え、プログラム変更。エアロンが落ちてきました。やばない、あ、大丈夫これ。え、やば、え、これやばいぞ、死ぬぞ。シーズルが大ダメージを受けた。レナで回復。マジか、どうしよう。必殺。さあ、ユーチャロー殿すごい悩んでいる。どうしよう、峰内。これさ、どう巻き返していくのか。麻痺入らへんの？ライブラしろよ。ライブラ、ライブラ持ってないねん。なんで持っとらへんねん。持っとらへんから持っとらへんねん。おかしいやろ、普通は持ってくんねん。よし、ここで峰内と必殺、麻痺は入るのか。あ、何かがミスった。必殺がミスった。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、しんど。シズルがやられてしまいました。シズル死亡。ドゥルルードゥルルルということで、あと4人でこのガーディアンをやっつけなくてはいけない。ユーチャラはどう出る？マジか、ちょっときつ。連続もじゃあつけてこれよ。ちょっと峰内爆裂剣。ようやく半分といったところが、やばい、ストーンが打ってきた。この機械恐ろしくないですか？攻撃が銃じゃない、魔法攻撃というまさかの事態。エアロラとストーンがどっから出してるんでしょう。あの
銃から石投げてんのかな、ポン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 って。絶対そうやろ。で風は多分あの穴のどっちか両手で風を送り込んでるみたいな。え、ちょっとこれちょっと適当なことばっかり言われて、バリ怖い機械やんなこれ。多分顔で石打ちながら両手で風を撒き散らしてこいつらを攻撃してるって。恐ろしいねこれ。もうあれ麻痺入ってるやん。入ってないよ。入ってる入ってる。おもや、ラッキー。やばい、この機械の充電が切れてしまった。ゆうちゃろうさんたちは優勢に出てます。みんなで一斉攻撃だ。あー来た、もうやばい、顔でストーンが撃ってきた。見てる、あの顔で撃ってるから、あのストーンが。あ、なになになに、あ、オートにしてた。やったー、おめでとうございます。イエーイ。しかし千鶴が戦闘不能ということで、ハートのね、いちごのチョコやら、ブータローからの愛をゆうちゃろうにプレゼントします。だってこれで両思い。なんだっけのこれ、ボンボンさくらんぼ、なんだっけ、チェリーボンボンやろ。チェリーボンボンって知ってる人、これめっちゃ高いねんか。一粒何円だと思います、これ。うまい、これうまい。うん、そう、中にイチゴ入ってるのそれ。うん、ほんとにな、香りがする。うん、このね、チェリーボンボン一つね、200円以上するんですよ。あのもう普通のね、スーパーとかで売ってるチョコいっぱい入ってるの買えるのに。イエーイ、探索終了。え、アイテム拾わず拾った。ボンボンやでこれ。で全然探索なちゃんとできてないからな。いや、なんか出てきた出てきた、なんかなんかなんか出てきた。え、ちょっと、え、それさ、尻尾の部分あれじゃん、紐じゃん、さくらんぼの、さくらんぼの紐ってなんだ。一種取っちゃう。うん、お酒、そう、もろお酒これ。イエーイ、なんとかいけました。飛空艇工場、うん、感想といたしましては、めんどくさい。すごく、え、やっぱそうやった、紐それ、うん、うわ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 、きたな。失礼。中にさくらんぼが入ってて、この上からチョコレートでくるってるみたいな。うん、見たい。お酒が入ってて、超大人の味。きったな。美味しい。でも高いだけあるって感じ。まあ、ということで次回はスクラップ場に行きたいと思います。スクラップ場やろ、場なのかな。この場合はらしいです。まあ、ということで今回はまったり探索でした ね。まあこんな感じですね。はい、でことで次はスクラップ場の探索に行くので、うん、そのままアップロードお待ちください。じゃあ今日もここまで、とりあえずご視聴いただきありがとうございました。まったりー、バイバイ。